さんこんにちは。和魂プロデュース宮古山地東京和魂ゆだです。柴田です。前回は白服のヘアスタイルについてお話をお伺いしましたが、本日は色打ち掛けのヘアスタイルと和装のメイクについて引き続き小菅さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。色打ち掛けは赤を選ぶ方が多いですよね。そうですね、赤圧倒的に多いです。ヘアドも赤の大きなお花が好まれていて、ダリアやシャクヤクなどのような大きなお花を一輪とかつける方は多いです。最近はカラードレス感覚で色打ち掛けを召し上がれる方も見えましたよね。ピンクとか水色とか伝統の中に自分らしさを入れるのも大事ですよね。ヘアスタイルも少し遊び心のある感じをご希望される方が増えてるなと思うんですけど。そうですね、遊び心のあるスタイルはご希望多いです。かなり洋装に近づいてきてはいるんですけど、着物のボリュームに負けないように髪の毛のボリュームを作ることを心がけています。豪華な和装でヘアスタイルが負けてしまったら残念ですよね。メイクで気をつけてることってあるんですか？白服の場合はあまり顔が暗く見えないようにちょっと明るめの赤いリップを選んだり、その衣装や小物に合わせて色選びに気を配っています。皆さん最近花嫁さんヘアメイクこだわる方が増えてきましたよね。そういう情報は皆さんどうやって調べてるんですか？最近はインスタグラムのスクリーンショットで画像をお持ちになる方が多いです。インスタグラムは花嫁さんにとって大切な情報がたくさん載ってますからね。皆さん参考にしてください。それではまたお会いしましょう。さよなら。